会場となったフランス外務省、ケオルセーに面しているパリ講和会議は1919年1月18日から開会され第一次世界大戦における連合国が中央同盟国の講和条件等について討議した会議。世界各国の首脳が集まり講和問題だけではなく国際連盟を含めた新たな国際体制構築についても討議された。 ベルサイユ会議と呼ばれることもあるが、実際の討議のほとんどは、パリのフランス外務省内で行われており、ベルサイユ宮殿を会場に使ったのは、対独平和条約、対ハンガリー平和条約、関連する諸条約の調印式のみであるため、正確ではない。ウィルソンが平和をもたらし、悪の支配を打ち倒すと称えた19、1919年に、フランスで発売された、 ポストカードウッドロー・ウィルソン・アメリカ合衆国大統領はアメリカ合衆国の参戦前にも勝利なき講和を訴え参戦後は和解の平和を唱えたウィルソンは懲罰的賠償や秘密外交を基本とする欧州の旧外交が根治の大戦を招いたと考えその払拭を訴えたこれがいわゆる理想主義的なウィルソンの新外交と呼ばれるものである 秘密外交に対する批判に応えた、イギリスのデビッド・ロイド・ジョージ首相は、戦争遂行のために、会議による外交を唱えた。私は、外交官を必要としない、自分の国を代表する者として語る権限のない、者たちに論じさせることは単に時間の浪費である。と語った大衆的政治家であったロイド・ジョージは、全面戦争という状況には、 国民世論の支持が不可欠と考えていたためである。また、当時イギリスの大新聞を支配していたノースクリフ社策は、講和会議代表に選ばれなかったことからロイド・ジョージと不和になり、政府方針以上の過酷な条件を求める記事を連日掲載した。このため講和会議直前の1918年、イギリス総選挙では、講和条件自体が選挙の争点となり、 ドイツに対する賠償要求世論が高まった。1918年1月8日、ウィルソンは議会で秘密外交の撤廃、民族自決などを含めた14箇条の平和原則を公表した。以降2月11日には4原則、9月25日には5原則を提示しこれを補強している。11月5日、 アメリカ政府は14箇条と、それ以降の和平演説、さらに2つの留保事項を加えた和平勧告をドイツに行った。ドイツ首相バーデン大講師はこれを受け入れ、ドイツと連合国間で、休戦協定が結ばれた。しかしイギリスは、ウィルソンの原則に同意しておらず、14箇条が講和の原則でないと、ドイツに伝達することを考えていた。 しかし折からのドイツ革命の進展で、ドイツに共産主義政権が成立することを危惧したイギリスは、早急な講和のために、不服ながら、ウィルソンの方針に同意した。ウィルソンはこれらの侵害行理念により、連合諸国の国民はもとより、ドイツなど中央同盟国の国民からも高い期待を持たれており、また彼自身もこれらの理念を信じていた。 一方で連合国が戦時中から唱えていたドイツ軍国主義の破壊自体は内政干渉に反対する保守勢力の反対によってほとんど法的されドイツの政治制度について干渉することはなかった。しかし第一次世界大戦で最も大きな負担を負ったフランスのジョルジュ・クレマンソー首相はドイツ人に対する徹底的な不信感を抱いており 交渉や理念ではなく、実力でしか、ドイツ人を抑制できないと考えていた。これら思惑の異なる、諸首脳がパリに集まり、同時に行われる、ドイツ軍の武装、動員解除やロシア内戦等の世界情勢を、念頭に諸問題が話し合われた。ウィリアム・オーペン、ケオルセイにおける平和会議大戦中から連合国は、 最高戦争会議を結成して協議を行っていた。1918年の10月頃から会議開催地の選定が開始された。スイスのローザンヌ、フランスのベルサイユが候補地として上がり、最終的にパリが会議の場と決定された。ウィルソンはスイスで開催する案を持っていたが、当時スイスは労働争議や経済問題が悪化しており、 鉄道も寸断されていたため会議を開ける状況ではなかった。フランス側はパリを会議場とするため以前から準備をしており、ウィルソンも同意した。会議には世界から33カ国70人の全県と1000人以上の随員が集まったが連合国側での協議を優先するべきというイギリスやフランスの意見や中央やロシアでは 政治的混乱が続いていたこともあり、ロシアの代表は調整されず、敗戦国は、講和条約案がまとまるまで調整されなかった。最重要問題については、五大国の全権で構成された10人委員会で行われることになった。なお、五大国の内フランスから船で約30日かかる遠距離にある日本は、現職の首脳、閣僚を派遣しなかった。 また3月頃に、ロイド・ジョージの発言が、外部に漏えいする事件が起きたため、3月25日から、3大国の首脳とイタリアの、ビットオリオ・エマヌエレ・オルランド首相、通訳官のポール・マントゥーで構成された4人会議で、重要事項は討議されることになった。また3首脳が必要に応じて開催した、少人数の秘密会でも協議されるようになった。 4人会議は正式な会議ではないとされたが、協議の詳細な内容は、日本代表団をはじめとする他国の代表団は、愚か、ウィルソン以外のアメリカ代表団にすら伝えられなかった。その他の重要な問題については、小国の代表も参加した5つの分野別委員会、賠償によって討議された。パリ講和会議における4巨頭、4挙党。 写真左からデビッド・ロイド・ジョージ、ビット・リオ・エマヌエレ・レオルランド、ジョルジュ・クレマンソー、ウッドロー・ウィルソン・パリのロワイヤル通りに到着した、ウィルソンを歓迎するパリ市民。ビベ・ウィルソンという装飾も見られる。フランス外務省の時計の間、1918年12月26日、ウィルソンは、ウィー・オント・ウィルソンの観光の中ロンドンに到着した。彼は、イギリスやフランスでも、 正義なる人ウィルソンと称えられ、熱狂的な歓迎を受けた。1月12日には、ウィルソンとロイド・ジョージがパリに入った。1月12日には、休戦後最初の10人委員会が、フランス外務省で行われた。翌13日には、フランスのピション大将が、講和会議の進行方法や、14原則を加味した、原則を提示している。この日には講和会議で、 国際連盟、賠償問題、新国家、国境線変更、植民地の5つの論点について協議するという決定が行われた。17日にはピションが5つの論点を総会で検討する提案を行ったが、ウィルソンはこれらが総会で検討するのは不適切であるとし、小委員会を設置し、その委員会が総会に提案するかどうかを決定するよう主張した。 1>, 1月18日に講和会議の開会が時計の間で宣言され、そのまま講和会議総会が開かれた。開催後の会議でまず検討されたのは会議の形式であった。ウィルソンは会議を公開し、会議内容の自由な報道を許すよう主張した。しかし過去の秘密外交の暴露や世論に左右されることを恐れたロイド・ジョージやフランスの ステファン・ピッション外相の猛反対にあった。このため会議公開は断念され、旧来の秘密会議形式が取られることになった。なお、この1月18日は、プロイセン王国成立の日、かつ、ドイツ帝国成立の日でもあり、敗戦国ドイツにとって、重要な日付でもあった。1月25日には総会において、 ウィルソン提案の委員会設置が承認された。2月14日には3度目の総会が行われ、委員会で策定された国際連盟規約の草案が承認された。2月中旬から3月中旬までは、ロイド・ジョージとウィルソンが帰国しており、さらに2月19日にクレマンソー暗殺未遂事件が発生して不在であったため、外相たちが会議を取り仕切った。 3月中旬になって、ようやく平和条約の具体内容が討議の中心となった。ウィルソンの提示した諸原則そのものは他の首脳の反対を受けなかったものの、彼らは原則では賛成、最目では反対の交渉でウィルソンに抵抗した。フランスが最も強く要求したのはザール地方の領有。 戦費と賠償金の全面的な履行、ライン側左岸の永久占領であった。この3案は4人会議を紛糾させる最大の争点となった。これらの一種の心理的な気が状態、戦争性精神異上と評されたフランス側の対独警戒心を緩和するため、イギリスはフランスが侵攻された際に援助する保障条約の締結でこれに変えようとしたが、 合意は見られなかった3月25日、ロイド・ジョージは、フォンテーヌ・ブロー覚書を発表し、新しい戦闘を挑発することのない講和を目指すために、ドイツに、過度の屈辱を与えず、履行可能な講和条件を与えるべきとした。この覚書はアメリカに3位を持って迎えられたが、フランス首脳たちは激怒した。 フランスと英米の感激はより大きくなり、4月2日にはフォッシュが1週間以内に平和会議は潰れると予言し、4月7日には体調を崩していたウィルソンが帰国準備を命令する事態となった。また、イギリスの世論や議会では、ロイド・ジョージが賠償金問題やボリシェビキに対して弱腰であるという批判が続発し、 4月15日から4月17日に議会対策のため一時帰国し厳格な講和を約束することとなった。しかしロイド・ジョージが一時帰国した隙にクレマンソーはハウス大佐を通じてウィルソンを説得し連合国軍による15年のラインガワウガンとザールの占領を行うという妥協案に合意させた。イギリスは抵抗したが4月22日に三国の 合意が成立した。この合意を受けて4月20日に、米仏艦、5月6日に、英仏艦での軍事保障条約が締結された。ウィリアム・オーペンが19、1919年6月28日、ベルサイユ宮殿、今日の間での講和条約の調印では、講和条約の調印を行うドイツ国のヨハネス・ベル、運輸大臣が、画面中央。 椅子の背もたれを背に後ろ姿に一人だけ描かれ、その対面に調印に注目する、戦勝国の首脳の群像が描かれている。4月18日、ドイツ側代表の小整城がドイツに到着した。4月24日には冬目及びダルマチアの貴族に、関する問題に抗議してオルランドが帰国し、5月5日になって会議に復帰した。4月28日の総会で、 国際連盟規約案が第5条修正を行った後に採択された。5月7日にブロックドルフランツウ外相を主席とするドイツ代表が231条を含む講和条約案を受け取り、5月29日に反対提案を行った。ロイド・ジョージはいくつかの点で修正に応じようとしたが、クレマンソーやウィルソンは断固として修正を拒否した。6月2日には、 ドイツ・オーストリア共和国に対して、講和条約安定時が行われたが、図令天地法の活用などを定めた恐るべき文書に対して、オーストリア政府も受諾を拒否した。6月3日、7日、10日には、賠償問題をめぐって最後の4人会議が開催されたが、賠償総額についての結論は出なかった。 連合国側の回答期限当日の6月23日にドイツは条約受諾を発表し6月28日にベルサイユ条約の調印が行われた7月にウィルソンが帰国し講和会議自体は終了した7月20日にオーストリアに対して第二次草案が提示され9月2日には最終案が提示されたオーストリアは受諾し 9月10日に、サンジェルマン条約が締結された。同日、チェコスロバキアと主たる連合国間で少数民族保護条約が締結され、チェコスロバキア内のドイツ人保護が義務付けられた。中央同盟国の戦争責任問題については、ロバート・ランシングを議長とする戦争責任委員会が検討を行い、3月19日に報告書を提出した。 この中で、戦争責任は、第一にドイツと、オーストリア・ハンガリー帝国、第二にトルコとブルガリアにあるとした上で、戦争の法と、慣習並びに、人道の法に違反した原子を含む全ての国民が、訴追の可能性があるとしたが、戦争を引き起こした責任については、訴追を断念した。ビルヘルム2世の訴追にはアメリカ及び日本は、当初から反対の立場を表明していた。 国際監修や戦時国際法により国家元首の罪を国際法廷で裁くという前例がなく実定国際法上の根拠が脆弱とするのが反対論の主張であった。また日本はこの問題について日本の国体論を非常に慎重に意識していた。一方で英仏は皇帝卒理論の最右翼であり結局は戦時国際法違反や 人道上の罪を問うのではなく、国際道徳及び条約の尊厳に対する重大な犯罪という曖昧な文言により、アメリカと日本は妥協した。戦争責任審査委員会の報告書は、アメリカと日本による付属留保が付されて、本会議に提出された。日本は、全独定処分問題に対する日本の覚書を、 講和会議に提出し、原種の公選法規違反に対する刑事責任を容認することに留保を表明した。また、ビルヘルム2世がすでに、ドイツ帝国皇帝位を対位し原種の地位ではなく、全皇帝一個人として、国際法廷で審問される点については同意した。米国の国務長官であり、戦争責任審査委員会の議長も務めた、ロバート・ランシングは、 政治上の制裁は、政治家の処理すべき問題であり、裁判官の関与すべき問題ではないとの立場であった。この会議の最中から、中立国オランダに亡命していた、ビルヘルム2世の身柄引き渡し交渉が続けられていた。しかし、オランダ政府は、国内法に違反していないとして拒否した。英仏の強硬論も世論に配慮した面が強く、フランス政府は、理面で、 オランダ政府に働きかけ、ビルヘルム2世の引き渡し要求に応じないよう助言している。そのため連合国も再度の引き渡し要求や欠席裁判を行うこともなかった。国際連盟委員会。委員は、ウィルソン、オルランド、ハウス、チンダ、マキノ、小田田市仁レオンブルジョアなどウィルソンは新外交の中心と位置づけた。 国際連盟を平和条約と不可分であると考えており、熱心な主導者となっていた。国際連盟創設自体はイギリスも戦争目的の一つとしていたが、ウィンストン・チャーチルのようにその構想を非現実的と見なす政治家が多く存在していた。イギリスは連盟を大国間の継続的共働きを保障する骨組みとして考え、フランスは ドイツの加入をできるだけ遅らせるなど、現状維持の道具として考えていた。ウィルソンは、連盟の協議を10人委員会で行おうとしたが、ロイド・ジョージやクレマンソーは、分科会であり、小国も加えた、連盟委員会で協議することを求めた。ウィルソンは、小国の協議参加に難色を示したが、結局は、ロイド・ジョージらの案が通った。ロイド・ジョージらの意図は、 実質的な講和協議を10人委員会で進めることにあったが、ウィルソンが自ら連盟委員会アメリカ代表となったことでその目論みは外れた。1月20日にはウィルソンが国際連盟規約の第3次草案を完成させた。1月25日には国際連盟の原則が講和会議で承認された。2月3日には国際連盟委員会の 1> 第1回会合が行われ、2月8日まで連続して行われた。委員長にはウィルソンが自ら就任した。第1回委員会では、連盟規約の草案として、イギリスの弁護士、セシル・ハーストとアメリカの弁護士、デビッド・ミラーの執筆による、ハースト・ミラー草案が提示されたが、この草案は、前日に完成してフランス語版も未完成であったため、以降の委員会で、 条文ごとに協議されることとなった。2月14日の総会において委員会で策定された国際連盟規約の草案が承認された。3月18日にはウィルソンとセシル元封鎖省ハウス大佐、ミラーの4人で協議が行われた。イギリス側は草案を独自に検討して修正案を提示し、これに沿って終日検討が加えられた。 これらの協議の結果、3月20日には、ウィルソン・セシル総案が完成した。また3月20日と3月21日には、中立国の意見を聴取する委員会が開かれ、スペインとスイスが修正案を定義した。3月22日の第11回委員会からは2月14日、総案、ウィルソン・セシル総案、中立国修正案が検討された。 1>, 1条から18条までは2月14日草案がそのまま承認され、19条についてはウィルソンセシル草案による対象を拡大した案が討議された。3月27日からハーストとミラーは再度草案の練り直しを行い、30日には新ハーストミラー草案が完成した。ミラーは草案の修正が最終段階に差し掛かっていたため、 日本側提案の人種差別撤廃提案や各国への赤十字機関設立などの新たな追加は行わないつもりであったがハウスの強い勧めによって19条に赤十字に関する記述を盛り込むことにした4月1日からは最終早期委員会が開催され全体的な草案の組み直しが行われたこれらの意見を受けて4月3日にハーストとミラーは 最終草案を策定した。4月10日の第14回国際連盟委員会と4月11日の最後の国際連盟委員会で最終草案が検討され、4月21日にはこれらの意見を受けた規約案をミラーがまとめた。22日にはこの案をウィルソンも承認し、4月28日の総会において討議された。この会では日本による 人種差別撤廃提案に関する説明と、ウィルソンによる第5条の修正提案が行われた。規約案は第5条修正を行った後に承認され、採択された。ウィルソンが原則として、無併合を唱えていたが、ドイツ旧植民地やオスマン帝国領が、独立国としてやっていけるとは考えていなかった。移民統治はそのために考え出されたシステムであり、 国際連盟からの委任を受けた国が、その地域を統治するというものであった。しかし、フランスやオーストラリア、ニュージーランドは、旧植民地の併合を強く要求した。委員会は紛糾し、理面での交渉が活発に行われた。1月30日の1 2人委員会で、ロイド・ジョージは8項目からなる決議案を提出した。 東アフリカのドイツ植民地は潜水艦基地となったため、ドイツ統治継続は世界平和に有害であるために没収が定められ、旧トルコ領のアルメニア、シリア、メソポタミア、パレスチナ、アラビア半島はトルコの悪性から切り離す必要があるとされた。2月になってこの方針で妥協が成立し、ドイツの植民地全面放棄とシリアの フランス委任等治領下パレスチナ、イラク、トランスヨルダンのイギリス委任等治領下が決定した。こうして、サイクスピコ協定は実質的に承認された。当時スペイン風邪が世界規模で猛威を振るっており、ウィルソンやハウスが罹患しただけでなく、アメリカ代表団の一部からは死者も出た。このため国境を越えた公衆衛生に対する動きが求められ、 国際連盟規約23条と25条には国際保険条項が盛り込まれた。当時アメリカ、カナダ、オーストラリアでは日本人移民及び日系アメリカ人に対する排斥運動が起こっていたこともあり、国際連盟構想が明らかになると日本のマスコミや国流会等の団体が人種差別撤廃を講和条件に盛り込む様子よう強く主張するようになった。 当時の外務省には、石井菊次郎中米大使のように、国際正義が主張される講和会議で、移民排斥不当を表明すること自体に意味があるという考えと、小村金一アジア課長のように、人種平等の提案をなすことで、国際組織で平等の立場を勝ち取り、日本の印象を平和的なものとし、対中優和をスムーズに行うという考えもあった。 最終的に外務省がまとめた案では、人種平等の要求明確化よりも、国際的自流に乗ることを重要とするものとなっていた。日本代表団は、人種差別撤廃のためにまず、アメリカに働きかけることとし、ランシング国務長官とウィルソン側近のハウス大佐に、連盟規約に挿入する、人種差別撤廃条項として、公安と、オツアンの2案を提示した。 ランシングは、オツワンに3位を示し、ハウス大佐の感触も上々であった。次に接触したイギリスでは、オーストラリア、ニュージーランドの実力、特に白豪主義を国税とし、労働問題を抱えるオーストラリアが強硬に、反発したため、合意は得られなかった。その後イギリスのセシル元封鎖省やバルフォア外相とも協議を行ったが、 本国の了解が得られないとして消極的であった。会議の状況を聞いた現首相もこのことが来成功するや否やおぼつかなき事柄と提案の成功には悲観的であった。日本は2月13日に国際連盟委員会で各国均等の主義は国際連盟の基本的考領なるにより連盟委員たる。 一切の外国人に対し均等公正の待遇を与え人種あるいは国籍加害により法律上あるいは事実上南東差別を設けざることを訳すという条文を宗教の平等を唱えた連盟規約21条に付け加えるよう提案した。この日の提案ではチェコスロバキア、ルーマニア、ブラジルのみが賛成であり、さらに宗教規定自体が取り除かれることが 多数決で決まり、人種差別撤廃提案は別の形で提出することとなった。この提案が報道されると、日本では提案に対する期待が高まり、アメリカでは内政干渉であるとして反発が高まった。アメリカ上院は人種差別撤廃提案が採用されれば、条約を批准しないという決議を行い、ウィルソンもこれに従わざるを得なくなった。 オーストラリアのヒューズ首相も会議中に退席するほど強行であり、日本の首長が入れられれば署名を拒否して帰国すると発言した。ヒューズの態度はイギリス帝国の首脳からも強靭と評する他ないと評されるほどであった。イギリス、カナダ、ニュージーランドはマキノの接触で日本支持に傾きつつあったが、ヒューズの強行姿勢を見て反対の立場に戻っていった。 イギリスは、英帝国内の団結を維持する必要があり、総選挙を控えて情報ができない、ヒューズの強硬姿勢に従わざるを得なかった。日本政府の提案成立は困難であると見るようになり、犬飼けしや伊藤美代子のように、連盟だったよ唱える者も,も現れた。4月11日、日本は再度提案を行い、連盟規約全文に、 各国民の平等及びその国民に対する公正待遇の主義を善任するという一文を挿入するように求めた。イギリス、オーストラリアが反対する中、議長ウィルソンは、本件は平成に取り扱うべき問題であるとして、提案自体の撤回を求めた。マキノは、採決を求め、イギリス、アメリカ、ポーランド、ブラジル、ルーマニアが反対したものの、 フランス、イタリア、ギリシャ、中華民国、ポルトガル、チェコスロバキアが賛成に回り、出席者16名中11名の賛成多数を得た。しかしウィルソンは、全会一致でないとして、この採決を不採択とした。マキノは、会議の問題につきては、多数決によりて決定したことありとして、多数決による採択を求めたが、ウィルソンは、 本件のごとき重大なる事件の決定については、従来とも全会一致、少なくとも反対者なきことを要するの趣旨によりて、議事を取り扱いきたれると重大案件は、全会一致で言ってきたと反論し、牧野もこれを受け入れた。牧野は議案を撤回する代わりに、提案を行ったという事実と採決記録を、議事録に残すことを要請し、受け入れられた。三党問題の解決と、 人種差別撤廃提案の撤回が同時期であったため人種差別撤廃提案を取引材料に使ったそもそも提案自体が円幕であったと主張する国もあった日本国内では失望の意見や連盟脱退を叫ぶ声が高まり伊藤羅強硬派は牧野の欧米協調的な言動を軟弱であると非難したしかし現首相は牧野を擁護し日本は 国際連盟参加、講和会議成立の協調路線を維持することになった。一方で欧米に対する不信感は、大川周明などの国家主義者やアジア主義者に根付き、対米協調に反発する政治団体が多数生まれることとなり、またこの流れは、その後の太平洋戦争への呼び水ともなり、昭和天皇の独白録の中で、応答は戦争の遠因となったことを明らかにしている。 また、米国では、人種差別を受けていた黒人が、日本の人種差別撤廃の提案に期待をしていたが、賛成多数であったにもかかわらず、自国のウィルソンの議長裁定により法案が成立しなかったことに起こり、全米各地で黒人暴動が発生した。ロイド・ジョージは、国際連盟と、ヨーロッパにおける軍縮を平和構想の柱として、考えており、 1918年12月11日にはヨーロッパ大陸における徴兵軍廃止を平和会議のテーマとして挙げた。もともとイギリスは志願軍制が伝統であり、徴兵制廃止については多くの賛同が得られていた。 しかしロイド・ジョージはイギリスによる会場の派遣を渡すつもりはなく、イギリスはアメリカあるいは他の強国の海軍により優越した海軍を維持するために最後の一義にまで費やすつもりであった。1月21日、イギリスのバルフォア外相は軍縮委員会の設置を10人委員会に定義した。軍縮委員会は軍縮の前提となるドイツの武装解除と、 動員会場を扱うことになったが、最初の案は、受け入れられず、2月12日に、連合軍最高司令官、フェルディナン・フォッシュ元帥を、委員長とする、新たな軍縮専門委員会が設置された。フォッシュは、ラインラントへの永久的な中兵と、ロシア内戦における白軍への援助を主張したが、ドイツ軍武装解除には、積極的ではなく、ロイド・ジョージの唱える軍縮には、 否定的であった。フォッシュ委員会はドイツに20万人の陸軍兵力保持と徴兵制を認める草案を提出した。ロイド・ジョージはこの案に猛反発し、バルフォア外相とウィルソン陸軍参謀総長の同意を得た陸海空を含めた全兵力20万人で志願軍制とする案を提出した。10人委員会でこの案は反対もなく採用されたが、 軍縮委員会の軍人たちは、猛反発した。そこで、フランス陸軍参同本部が、ドイツ兵力を10万人に制限する案を策定し、フォッシュがこの案を3月10日の10人委員会に提出した。さらに、ドイツが軍備を調達する際には、事前通告が必須であるという案も付属させた。イギリスはこれらの案があまりに、 ドイツを無力化しすぎるとして反発したが、フランスは強行であった。結果としてこの案が通り、戦後のドイツ軍は陸軍10万人規模となった。一方国際連盟委員会では、フランスが常備軍としての国際連盟軍を提案したものの、否決され、検証では加盟国に対する必要最低限の軍備制限と連盟理事会が加盟国から、 連盟規約保護のための軍隊派遣要請を行えることが明文化された。しかし国際連盟による軍事制裁はその後十数年にわたって論議されたが決着が出ず一度も実行されなかった。また軍備制限条項はその後のジュネーブ軍縮会議やワシントン会議といった国際的軍縮の動きにつながることとなった。戦勝各国がドイツ帝国から 切断、露覚した海底ケーブルは既得権としてワシントン会議まで委任統治や扱いになった。当時オーストリアに発足したドイツオーストリア共和国のカールレンナー首相は経済混乱を収集するためにドイツとの学校を要求していた。またドイツも民族自決の観点から学校を要求していた。 ランシング国務長官は同じくカトリックの多いバイエルンニ州との合併を考慮したが、ウィルソンはあまり興味を持っていなかった。レンナーとしても合併実現は最後の手段であり、実行するとしてもアメリカの受諾が不可欠と考えていた。フランスは合併には反対していたが、強硬な反対はかえって反発を招くことも危惧していた。結局フランスの意見が通り、 条約には合法禁止が明文化された。フランスは1814年に領有を認められていたが、その後のウィーン会議で、プロイセン王国の一部となったザール地方の領有を主張した。フランスは歴史的に根拠があり、住民もフランスへの統合を望んでいると主張し、さらにザール地方の炭鉱は賠償やフランス工業の再建のためにも重要で、 あると主張した。ロイド・ジョージは民族自決の概念に反すると併合には反対したが、ザールに自治国を建設して炭鉱を賠償としてフランスに譲渡する設置案を提案した。しかし、フランスの強硬姿勢に反発し、フォンテーヌブローを覚え書き発表後にこの意見を撤回した。会議決裂寸前の状況でフランスはザールを15年、 占領するという妥協案を出すことでアメリカと合意した。イギリスは反対したが4月22日に合意が成立した。ライン側左岸占領は安全保障の観点からフランスの切実な要望であった。フォッシュは1918年11月、ライン左岸に複数の愛独立国を建国し、フランスベルギー・ルクセンブルクと同盟を組ませて、 ドイツに対抗するという案をイギリスに提示していた。1919年1月10日には10人委員会にライン側をドイツ国境とし、ドイツ軍にライン側への接近を禁じた上で、連合国軍がライン側各協梁を永久占領するという安全保障案を提示した。3月14日。 ロイド・ジョージとウィルソンは、ラインサガンの永久占領には応じられず、ドイツの侵略があった場合には、英米が即座に軍事的保障を行う旨を伝達した。フランス政府はこれを協議したが、あくまで従来の主張を貫くことにした。フォンテーヌブロー覚書き発表後にフランスは、保障案を受け入れて、ラインラント分離案を撤回したものの、占領期間を、 賠償支払い完了までとするなど、長期占領を主張したため、会議は、決裂寸前となった。しかしフランスはウィルソンを抱き込み、ラインサガンを5年から15年占領するという、妥協案で合意した。イギリスはなおも反対したが、4月22日に合意が、成立した。後に、ロイド・ジョージは、この占領承認を平和条約の誤りの一つで、あったと解雇している。 一方で、フォッシュにとっても、この情報は不服であり、クレマンソーとの対立の原因にもなった。会議開催中も、革命後のロシアに対する、連合国軍の干渉はなお続いていた。連合国は、共産主義に対する警戒だけではなく、帝政時代の外債不払い宣言を行ったことも、あり、ボリシェビキ政府を容認できなかった。クレマンソウやフォッシュ、 チャーチルやウィルソン三暴総長といった軍首脳、ランシングは、その旧戦法であった。彼らの一部は、軍事力でボリシェビキを打倒する方針をも支持した。一方で、ロイド・ジョージとウィルソンは、軍事干渉に反対し、ボリシェビキ政府、つまり、ソビエト政権との交渉も考慮に入れていた。12月には、ソビエト政権のマクシム・リトビノフがストックホルムに入り、 連合国への平和アピールを開始した。リトビノフは、ウィルソン宛所管で、ロシア内戦に対する干渉の中止を訴え、これに応えてウィルソンとロイド・ジョージは、リトビノフとの交渉を開始するが、この決定は、ランシングとその国務省が全く知らないところで行われた。1月14日から3日間、ウィルソンの死者ウィリアム・バクラーとリトビノフがストックホルムで会談した。 リトビノフは、旧政府債務と、外国権益の承認、連合国内へのボリシェビズム宣伝禁止、反対派への恩赦、ポーランドフィンランドウクライナへの野心の否定と、民族自決の尊重の4点で譲歩できるとした。またこの他にも連合国の要求に応じる準備があるとし、連合国の要求リストの提示を求めた。バクラーは、 この提案を持ち帰り、ウィルソンに伝えた。反ボリシェビキ感情が強いフランスは、講和会議に、ゲオルギー・リボフラ帝国側の人物を招整するべきと主張したが、1月3日、ロイド・ジョージはロシアにあるすべての勢力を招整するべきという閣議決定を行った。1月16日、住人会議の席で、 ロイド・ジョージはロシアに成立した各政府に休戦を行わせ、代表をパリに招聘する提案を行った。この提案にウィルソンは同意したが、フランス代表やフランス議会は、猛反発した。1月21日にウィルソンは、バクラーの報告を住人会議の席で読み上げた上で、妥協案として、各政府が休戦した上で、〇〇会のプリンシズ諸島プリンキポ島に、 各政府代表を招集することを提案した。しかし、ボリシェビキ以外のロシア政府は、招請を拒否し、休戦も行われなかった。この会議開催は強硬派を勢いづかせ、2月15日に、ロイド・ジョージの代理として住人会議に出席した、チャーチルは、ロシア問題に関する、連合国委員会の設立を提案した。 この委員会はハンボリシェビキ政府と協調した軍事行動の可能性検討を目的とするものであった。フランスとイタリアは賛同したが、アメリカ代表は全権委員が出席する会議での決定を求めた。イギリス本国の閣議では積極的な軍事干渉に反対することが決定されており、チャーチルの行動はロイド・ジョージと閣僚を驚愕させた。 2月17日に開催された住人会議でアメリカは委員会参加を明確に拒否し、チャーチル案は結局成立しなかった。2月には赤軍がアルハンゲリスク付近まで進撃し、同地に駐屯していたアメリカ軍4000人との接触、暴発の危険性が高まっていた。2月18日にランシングは非公式の施設として、ウィリアム・ブリットラをモスクワに派遣することとした。 ブリットらは3月9日に、ペトログラードで、リトビノフ、外務人民委員ゲオルギー・チチエーリンと会談し、3月11日から3月13日に、かけては、ウラジー・ミルレイニンと会談した。ブリットはこの席で連合国と、ソビエト政権の承認条件である、連合国条件を提示した。3月25日付の休戦後、4月10日から、 プリンキポ島で各派の代表会議を開く。この会議では次の条件を前提とするレーニン派は和平に乗り気であったが、連合国との急戦に反対するレフトロツキラーは、ブリットの資格に懐疑的であった。レーニン派は、若干の修正を加えた対案を出し、連合国が対案の線に沿って平和定義を発した場合に、ソビエト政府がこれを受け入れることで、 ブリットと合意した。ブリットは、この合意について、ランシングに報告した。ところがブリットは交渉の最初に自らが、連合国条件を提示し、例人側がこれに応える形で、対案を出したという経緯を報告しなかった。帰国したブリットは、イタリアのオルランド首相を等に、対案の承認を求めて運動したが、ウィルソンは、 現状でのロシア問題解決には乗り気ではなかった。ウィルソンがブリッドの交渉を無視した背景には3月末頃からアレクサンドル・コルチャーク軍の進撃が会長となりモスクワ陥落の可能性が出てきたことや講述する救済委員会案に傾いていたことが挙げられる。ウィルソンは国際連盟実現のためにクレマンソの同意を得る必要がありロシア問題でも クレマンソーの同意が見込まれる救済委員会案を採用しようとしていた。また、ブリット案に賛同していたハウス名誉大佐との関係が冷却化していたことも背景にあった。以降アメリカにおけるロシア問題の主導権はハーバート・フーバー食料庁長,長官やバンス・マコーミック商務省長官といった経済グループに移ることになる。救済委員会案とは 休戦の実現と同時に、中立国の人物が指導する救済委員会を通じて、ロシアに食料を提供するというものであった。この中立国の人物として、候補となったのが巧妙な探検家であり、外交活動も行っていたフリチョフ南戦であった。フーバーやマコーミックらは、南戦が、連合国元首に救済委員会設立の所管を送り、 連合国元首が南線に構想を承認する編書を送るという筋書きを立て、その際の編書案も作成した。フランスは当初難色を示したが、アメリカが直接援助を行わないということで承認した。しかし、ソビエト政府は、急戦等の政治的意図があるとして、南線の救済委員会入国を拒否した。コルチャーク軍の進撃が伝えられ、 救済委員会案に対する世論も悪化しつつあった。また、イギリスの新聞も、ロイド・ジョージを、ボリシェビキ寄りであると攻撃し始め、ロシアへの介入を主張するようになった。5月26日、ウィルソン、ロイド・ジョージ、クレマンソー、オルランドは、連名でコルチャークのもとに通告を送り、は、コルチャーク政府を、ロシア政府として事実上承認し、 白軍への援助を通じての干渉継続を決定した。一方で、シベリアには5万人のチェコスロバキア軍が残留しており、チェコスロバキア首相、カレル・クラマーシュは、チェコ軍団の干渉戦争への参加を構想していたが、本国の反対により断念した。コルチャーク軍が敗退しつつあった6月22日、チャーチルは、チェコスロバキアのベネシュ外相に、 チェコ軍団を2分してアルファンゲリスクとラジオストックから帰国させる計画を告げた。この計画は表面は撤退であったがチェコ軍団を用いて日本とアメリカのロシア派遣軍を連結させシベリアと北ロシアをソビエト政権から切り離しコルチャーク軍を援助するという壮大な計画であった。ベネシュは 本国の不寛容政策にもかかわらずチャーチル提案を了承したが、北ロシア派遣のイギリス軍は冬前に撤退することになり、デネシュも軍団の早期帰国に方針を切り替えた。さらに西シベリアへの日米の出兵も両国に拒否された。ロシア問題はこの会議の後も継続して連合国の課題となった。イタリアとその要求地域イタリアは参戦当時の首相。 アントーニオ・サランドラが外交目的を神聖なるエゴイズムと称するようにイタリア統一運動で統一されなかったイタリア人居住地、すなわち未回収のイタリアの獲得のみを目標としていた。イタリアはこの目的のために英仏路と交渉し、1915年4月26日にロンドン秘密条約を締結した。 これによりイタリアは連合国側に立って参戦する代償としてオーストリア・ハンガリーからトレウンティーノ・アルト・アディジェ、ベネツヤジュリア、北部ダルマチアと付近の当初、バローナを獲得し、さらにアルバニアを保護国とすることが決められた。また、イタリア人が多く居住していた冬目に関しては、クロアキア、セルビア、モンテネグロに与えることになった。しかし、 イタリア議会では参戦反対派が圧倒的優勢であり、サランドラはガブリエーレ・ダンヌンツヨや新聞を先導して参戦世論を高めさせ、未回収のイタリアのための民族戦争と位置づけることでようやく参戦にこぎつけた。イタリアのオルランド首相は4人会議の1人を占める扱いを受けたが、イタリアの要求は全てが通ったわけではなかった。 秘密外交を排斥するウィルソンは、ロンドン秘密条約を認めず、冬目のイタリア領有を拒否した。オルランドは抗議のため4月24日に帰国し、5月5日まで会議に出席しなかった。この結果に激怒したダンヌンツヨは9月12日に、冬目を武力占領し、一時独立国、カルナーロイタリア失政府を建設した。中華民国を、 姉妹共和国として、いち早く承認したウィルソンは、外交団や米国人宣教師の影響で、中国に強い関心を持っていたが、日本にはほとんど興味や知識を持っていなかった。1914年10月31日からの作戦で日本は、イギリスとの連合軍により、ドイツの公衆湾咀嚼地を攻略した後、中華民国に対して21箇条の要求を行い、 ドイツ権益の譲渡を認めさせた。この交渉の過程で1915年に三島権益の譲渡に関して日独間で条約が締結された場合は中華民国が無条件で承認する条約1917年には三島鉄道経営の日課合弁化を定めた条約を締結した。 また元の一郎外相の主導でこの後に、英仏と秘密条約を締結し、この権益上とは連合国の承認事項となった。アメリカは、この21カ条要求が明らかになると強硬に抗議し、1915年及び17年の一連の日課条約について、不承認の姿勢を取った。さらにシベリア出兵において主力であった、日米連合軍が、 その後に革命そのものへの干渉を継続し、コルチャーク政権に加担し始めた日本と他元を赤津に及んで、ウィルソンは決定的に悪印象を持った。三島半島のドイツ咀嚼地については日本は参戦に、最始ドイツ政府宛てに、独国政府に、要ヘタル帝国政府の勧告を1914年8月15日に発し、その中で、 公衆案咀嚼地の全部をシナ国に還付する目的をもって無償無条件に日本帝国関係に交付することを要求しており咀嚼地そのものの中華民国への返還は当初からの規定路線であった一方で日本側の市議は決して文面通りのものではなく日本政府は咀嚼地及び三島権益をドイツから 戦時賠償として獲得した後、咀嚼地については中国に返還し、外国人居留地を設営した後山東ドイツ資産、及び証券、二川住鉄道運行券を、日本人居留民が継承することを想定しており、新田を攻略戦の後この認識の違いが直ちに、3日間の外交問題となっていた。原敬首相時代に設置された、臨時外交調査会は、 元の外相の病死によって、英仏との秘密条約の規定が不明になったこともあり、大熊首相が三島占領以前に主張していた通り、三島権益の対中還付を提案した。現首相も同意し、一部の経済権益を残して還付することが決定された。しかしその方法については一度ドイツから権益の譲渡を受けた後に、 中国に返還する方式を取ることになり、講和条約にはドイツから日本側への権益上渡のみを明記させる方針となった。一方ウィルソンは対日強硬派であり、中華民国への援助を強調する中華な講師、ポールライニッシュの意見を重視しており、日本の外交姿勢を自らの新外交を阻害する要因と考え、現内閣の外交転換を表面的なものとしか、 受け取っていなかった。また、ランシング国務長官もシベリア出兵以降、対日強硬派の立場を強めていた。こうしたこともあり、すこぶる反日的と評された、ウィルソンらの姿勢は、日本との妥協を行う姿勢にはなかった。また、中華民国側は、ウィルソンの14過剰の原則を勧用して、中国に課せられた、勢力範囲や治外方権等の撤廃を求める。 方針であった。このため、中米公司小正市一氏をはじめとする、中華民国外交団は、積極的な広報活動を行って、アメリカにおける中国支持の風潮を高めさせた。1918年11月26日に帰り見、一氏と会談したウィルソンは、中華民国全権との協調を約束した。この状況を見た。 日本の内田交際外相は、12月に陸印省外交部長と会談し、中国の不平等状態の改善への協力と、講和会議での日課協調行動を合意した。1919年1月17日、日本は12議員会で、対戦中の日課条約などを根拠として、三島権益の日本への無条件上等を主張した。翌1月18日、 中華民国全権の小田田市一氏は、日本の三党奪還には謝意を示したものの、ドイツから中華民国への直接カンを主張し、また1915年以降に締約された一連の日華諸条約が苦境の際に結ばれたとして、その無効を主張した。この小田田市一氏の主張は1914年の三党攻略以降の重要な検案でありすでに1915年の 大火21カ条要求後の交渉により結論を得たものであったと理解していた。日本側は中華民国政府に抗議を行ったが、アメリカ及び中国のマスコミは日本が中華民国政府を脅迫しているという報道を書き立てた。アメリカ代表は日本政府への抗議や中華民国全権に毅然とした対応を取るよう助言を行った。牧野は日本への上等、 講和条約に記載させる必要はないと考えていたが、現首相や外交調査会は絶対に譲れないと考えていた。特に1915年の日課交渉において、定約された2条約13交換公文においては、満州及び内蒙古に関する重要な取り決めが含まれており、これら全部の無効化は日本が従来から、 懸案としてきた万毛権益と在留日本人の安全について、極めて不安定な元の状態に戻しかねないものであった。このため、同党は、我が武力によりて占領し、また、日市条約は品が参戦前に締結したるものなるに、よりて、絶対に我が要求を貫徹せしめざるべからずという考えのもと、帝国政府の最終の決定にして、 何らの変更を許さざる次第に、不、もし入れられない場合には、国際連盟への参加を決定でも要求を貫徹するよう訓練した。4月10日、アメリカ全県団は、三党権役の直接幹付を支持する方針を決定した。ところが1915年の条約を前提とした1918年の日課条約において、中華民国が、 日本側から金銭を受け取っていたため、条約が無効であると見るのは困難となっていた。そのため、ランシング国務長官は、三党権益を米 F 追肥の5カ国の管理委員会に移し、叱る後に処理を決定するという案を提案し、ウィルソンもこれに同意した。4月18日、4人会議で、ウィルソンが日本側にこの提案を説明することが合意された。 ウィルソンは日本のマキノ・チンダ・リ県と会談し、三島権益を連合国全体に渡すという案を提示したが、日本側は中国側の強力なプロパガンダにより、三島問題が極東における一大政治問題と化したため、情報は不可能であると述べ、条約に調印することが不可能になるかもしれないと強行に拒否した。一方で、 日本の外交姿勢が変化していることも説明し、中国における勢力範囲の撤廃にも協力する旨を伝えた。4月22日の4人会議に、日本の牧野、陳田良前県が招待され、三島問題の協議が行われることになった。ロイド・ジョージは、英仏秘密条約をもとに、日本支持姿勢をほのめかしたが、講和条約に三島権益上等を明記すれば、 イギリス帝国内の自治領も同様な提案を行って会議が混乱するとして日本の理解を求めた。日本全権はこれを拒否し、日華条約にある中国への義務が認められなければ条約に署名できないと明言した。この会談中にウィルソンはかつての管理案を提示することもなく日本側の三党権益の説明を聞くのみであった。同日午後には 中華民国全権を招いた4人会議が開催された。中華民国全権は、日華条約の無効と直接還付を、再度訴えた。しかし、ウィルソンの態度は変化しており、条約の申請性を解き、中国の待遇改善は、国際連盟で行うと告げた。ロイド・ジョージも残された対応は、旧ドイツ権益のみを譲渡するか、日華条約による、 権益上等を行うかしかないと告げた。中華民国全権は、中国は、ドイツの野望の対象ではなかったとまで主張したが、ウィルソンは、ドイツの野望は、疑いもなく東洋支配を含んでいたと、この見解を却下した。ウィルソンは、冬梅問題での自らの対応との違いを投げたが、これ以降ウィルソンは日本への無条件上等を認めた、動きを展開していくことになった。 中谷直司によれば、この、ウィルソンの変化は、英仏との秘密条約の強固さと、日本の強硬姿勢に講しきれなかったためであるとする。ただし、ウィルソンはその後も、日下条約を承認せず、日本全県との会談では、その有効性に疑義を呈する発言を行っている。ウィルソンの変化を見た、ランシングラアメリカ全県内の有力者は、 日本の調印拒否はブラフであるとして目先の利益のために中国を見捨て極東におけるアメリカの威信を投げ出すよりは日本を連盟の外に置いた方がいいと強硬姿勢の貫徹を主張した4月29日と30日に4人会議における三島問題の最終協議が行われ日課条約との関係を薄くする形で 間接還付を行う方針が決定された。5月4日、日本全県は日課条約に言及しない形で3島の全県益を中国に還付する胸の声明を行い、ベルサイユ条約には3島権益の日本への譲渡が明記されることになった。3島問題での譲歩はウィルソンに対する不信感を起こすこととなり、 議会でのウィルソン攻撃の材料となるとともに、代表団の一部がウィルソン支持から撤退した。アメリカはベルサイユ条約に署名したが、アメリカ上院では条約に対する支持も得られず批准に失敗した。その要因の主たるものは、連盟規約における国際紛争への共同対処義務であったが、日課問題の調停が不守備であったことによる、 ウィルソンへの上院の不信も条約批准失敗につながる一因ともなったとされる。この結果に中国では激しい反発が起き中華民国代表もベルサイユ条約に調印は行わなかったが後サンジェルマン条約に署名したことで国際連盟に参加することになった。講和会議後二国間での寒布交渉を求める日本側に対し中華民国は 国際会議での解決を望み拒否し続けた。これにはアメリカがベルサイユ条約の批准を行わなかったことに対する過度な期待があり、小ただしひとしなど海外講師の意見は悲観的であった。結局三島問題の解決は1922年のワシントン会議まで持ち越されることになる。オスマン帝国領であった中東については委任統治による解決が行われたが、 コーカサス地域問題やギリシャの領土要求、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡の海峡問題など、多数の問題には結論が出ず、1920年のロンドン最高会議等で検討が行われ、8月のセーブル条約締結まで講和は持ち越された。対トルコ講アで大きな問題となったのが、ギリシャ王国によるオスマン帝国領トラキア。 小アジアの要求であった。この問題は2月4日に設置されたイギリス、フランス、アメリカ、イタリアの四国委員で構成されるギリシャ委員会で討議が行われた。イギリスとフランスはトラキア要求についてはギリシャの側についたがアメリカとイタリアは難色を示した。さらに小アジアの割譲については米が強く反対した。このためギリシャ委員会では 結論が出ず、3月17日の中央、領土委員会で検討が行われた。イギリスとフランスがギリシャを支持する一方でアメリカとイタリアはなおも反発し、日本は直接の利害がないとして意見を留保した。大戦初期、イギリス本国政府は、オスマン帝国支配下の中東に対して深い関心を持っていなかったが、ペルシャ湾の要衝であるバスラの掌握を希望していた。 また、メソポタミア戦線において主導的な役割を果たしたインド帝国政府は、メソポタミアは当然の報酬としてインド帝国に与えられるべきと主張していた。しかし、中東戦線の重要性が増大すると、イギリス政府もオスマン帝国解体へと踏み切った。この動きの中で、ハーシム家のヒジャーズ王国などの現地勢力との取引を行う一方で、 サイクスピコ協定によるロシアフランスとの勢力範囲確定もいった。しかし、大戦末期にはフランスの勢力範囲となっていたモスルにイギリスが侵攻し、中東問題はいよいよ混沌化していった。14カ条の平和原則によりオスマン帝国支配下諸民族の安全保障が唱えられ、戦時中の中東戦線で連合国はアルメニアやハーシム系等に 独立の保障を行っていた。しかし講和会議ではこれらの地域の大半は委任統治が決まった。1919年1月30日にウィルソンはヨーロッパ外に存在するドイツを呼びトルコ領の取り扱いについて満足のいく暫定協定に達したと発表し2月3日にはイギリス政府も委任統治を承認した。 次の問題は委任統治受任国であったが、フランスはイギリスがシリアも支配するのではないかと懸念していた。当時シリアはフランスの勢力範囲であったが、フサインマクマ本協定によればシリアはイギリスの支持下にあるファイサルの統治範囲であり、フランスはシリア現地民の支持も得られていなかった。フランスはウィルソンが提案したシリアの実態調査をも拒否した。 一方、ファイサルは委任当時による中東支配に傾いたイギリスに不信感を抱いたが、後ろ盾がイギリスしかない状態の講和会議ではほとんど実績を上げられなかった。9月、イギリスはパレスチナを除くシリアから撤退し、シリア問題をファイサルとフランスの直接交渉に委ねた。1920年4月の三例も会議によって、シリアは、 フランスのイラクとパレスチナはイギリスの委任統治領となった。サンレーモの決定に反対したイラクでは大規模な反乱が起きイギリスに衝撃を与えた。チャーチルをはじめとする政府の一部はファイサルを通じた間接統治を選択するようになり1921年のカイロ会議イラク王国の成立へとつながった。アルメニアを含む地域では 北のロシア臨時政府やソビエト政府、南のトルコ政府の圧迫があり、独立を宣言したアルメニア共和国政府も、著しく弱体であった。このため、アルメニアについては、国際連盟による統治が当初検討され、後に、単独の国による委任統治が決まった。トルコの一部では、受任国をイギリスにする動きがあったが、党のイギリスや、 その他の連合国はアメリカによるアルメニア委任統治を提案した。ウィルソンはこの方針の下アルメニアに調査団を派遣したが、孤立主義の高まるアメリカ本国ではアルメニア介入に積極的な動きは起きなかった。アルメニアの領域については代表団が人口の点から要求したキリキア4州の所属をめぐって英仏とアルメニアは対立した。 未だ独立がおぼつかないアルメニア代表団も統制が取れず、セーブル条約では、新生アルメニアの領土は大アルメニアに限定された。委任統治が決まらぬまま、1920年1月に、イギリスがアルメニアアゼルバイジャン民主共和国、グルジア民主共和国のコーカサス3国を承認した。4月、国際連盟はアメリカに委任統治の受諾を求めたが、 上院派高連を否決した。8月10日に、セーブル条約が締結され、トルコとアルメニアの国境はウィルソンが仲裁するということになったが、この条約はほとんど実行を持たなかった。アルメニアに中途にしていた連合軍は、ムスタファケマルの新生トルコ軍によって撃退され、さらに赤軍の圧迫によってアルメニアは共産化された。1918年10月に、 ハンガリーでは反オーストリア暴動が起こり、オーストリアハンガリー帝国皇帝カール一世も、ハンガリーに対する支配権を放棄した。その後ハンガリーには、カーロイ・ミハーイを首相とする、共和政府が樹立されたが、旧ロシア帝国軍の捕虜となり、収容所で訓練を受けた、共産主義者たちが帰国したため、急速に左傾化を強めていた。カーロイ首相は、 親連合国勘定の持ち主であったが、連合国は3月20日に、ルーマニアに、トランシルバニア全土の占領を認める旨を通告した。この通告を受けたカーロインは辞職して新たな政権づくりを模索したが、政権内の一部が共産党と連合し、3月21日に、共産主義政権、ハンガリー評議会共和国が成立した。 革命の動きがハンガリーからオーストリア、南ドイツに波及することを恐れた連合国首脳はヤンス・スマッツ南アフリカ国防省をブダペストウィーンプラハに派遣して革命政権を牽制した。4月からは評議会政権とルーマニア・チェコスロバキアは戦争状態に陥り8月に評議会政権は崩壊した。このため ハンガリーとの交話は1920年まで遅れることになった。チェコスロバキア・ポーランド間にあったチェシン・シレジアは両国から領有権主張があり、1919年に1月には両国間で戦闘が発生している。両国は12人委員会に裁定を求めたが、両国間で決着するべきと回答された。7月の両国間協議でポーランドは、 住民投票を提案したが、チェコスロバキア側は拒否した。9月11日、12議員会は、住民投票を命令したが、現地は、暴動状態となり、投票は中止された。1920年7月のスパ会議後の7月28日に、行われた合意により、チェシン中央部を流れる川を境界に、チェシンを分割することで妥協が成立した。 チェコスロバキアは海への出口として、ブラチスラバから、オーストリアのブルゲンラント州とハンガリー領、トランスダニューブを経て、クロアチアのザグレブに至る、回廊地帯を要求した。しかしセルブクロアートスロビエンの拒否によって、提案は却下された。ドイツオーストリア共和国は、ボヘミアとモラビアの一部で兼ねてから、独立運動も発生していた。 ドイツ人が多数居住する地域、いわゆるズデーテン地方の帰属を求めていた。一方で、ボヘミアとモラビアを歴史的領土と主張するチェコスロバキアは、ズデーテンのドイツ人は、政治的に一体ではなく、民族自決の主体とはならないとした。結果チェコスロバキアの要求が通ったが、チェコスロバキアは、少数民族保護条約によって、ドイツ人保護を約束させられた。 ウィルソンの民族自決論は、当時他国の統治下にあった、諸民族や分離主義者に独立への希望を抱かせた。ベトナムの安南愛国者協会、朝鮮の新幹線年頭、ラインラント共和国、アイルランド共和国暫定政府、ウクライナ人民共和国などは、独自に代表を送ったが、多くの場合独立は達成されなかった。 コーカサスのアルメニアやアゼルバイジャン民主共和国は独立国としてロシアトルコ問題の協議に参加したがこの地方に対する連合国の確固とした支援はついに実現にしなかった第一次世界大戦では合計100万人にも及ぶ戦死者が出た不仏戦争の講和条約であるフランクフルト条約では 戦争中に作られた戦死者の墳墓、埋葬地の国が管理、維持する規定があり、パリ講和会議の一連の講和条約でも踏襲された。ロイド・ジョージは1918年12月20日に、選挙の最終考領として、カイザーの裁判、残虐行為責任者の処罰、ドイツからの最も完全な賞金、戦争で破壊された者の,の再建を訴えた。また、 メ面では会場におけるイギリスの優位確保のためドイツ艦隊の解体とドイツ植民地獲得を希望していた。さらに伝統的な勢力均衡政策に基づきドイツオーストリアハンガリー、ロシアの三帝国崩壊により均衡を失った欧州でフランスの覇権が確立するのを防ぐため過度なドイツ制裁には反対していた。ケインズが ヨーロッパの声なき身震いはイギリスには達しないと表したようにイギリスは海を隔てているため対独警戒心が弱くフランスの対独強硬姿勢を十分に理解していなかったクレマンソー首相の唯一の関心はフランスの安全保障であり武力は失敗であるとするウィルソンの理想主義とは全く相入れないものであった特にフランスはドイツと地続きであり イギリスやアメリカとは、対独警戒心に大きな開きがあった。フランスは安全保障の目的のため次の数点を強く要求していた。牧野信明とサイオンジキンモチ。1919年、パリ。当初ウィルソンは、地上戦に参戦した4大国によって、会議を主導する案を考えており、日本を主要国の列に加えることになったのは、 スマッツの覚書によるものであった。スマッツは1918年12月16日付のパンフレット国際連盟実践的な提言国際連盟を主導するべき大国はイギリスフランス日本アメリカイタリアそして将来的にはドイツを加えるべきとしておりこれはイギリスの同盟国である点や地理的なバランスの点が考慮されたものであり ランシングのように疑問を持つ者もいた。日本政府は参戦感もない1914年10月から講和に対する準備を開始した。この外務省講和委員会ではドイツからの権益獲得、賠償金など日本に実利のあることについては検討が加えられたが、利害のないことに口を出せば、列強による極東への介入を招く危険があるため、了解せざることが、 基本方針であり、手続き論については大勢に順応するという方針であった。この方針は政府にそのまま採用され、その後の連合国会議でも踏襲されたが、1918年のウィルソンの14過剰発表と国際連盟を講和の不可欠の基礎とした急戦発表は、日本政府と外務省の検討、研究不足をあらわにした。特に国際連盟については、 開目わからず、大いに手を焼いた状況であった。このため、原高志首相は11月13日に、臨時外交調査会を設置し、国際連盟などについて、研究と討議を開始した。国際連盟案については、数密顧問館である伊藤美代事と平田東介は、会議的であり、牧野信明前外将のみ、積極的であった。現首相は、 牧野湾に理解を示したが、特に強い関心を示したわけではなかった。対中強硬作を取ってきた大隈重信、寺内正武内閣と異なり、現首相は対米融和を施行しており、牧野や外務省も同様であった。また当時の日本では陸軍で先機関が独走し、遠征外打倒工作や実業家西原亀さんを利用した工作を、 外務省の頭越しに行うという二重外交問題が発生しており、ウィルソンの新外交は外交一元化を唱える外務省にも有利であった。12月22日に外交調査会は3党及び南洋諸島のドイツ権益獲得を革新問題とし、その他の問題には体制の気向きを精査し、なるべく連合予告と補調を一致にするという。 最終的な講和方針を確定した。外務次官、茂原は十郎が懸念したように、日本は、他国間の会議外交には慣れていなかった。日本の全権は、政権与党である、立憲政友会前総裁で、元首相、元老でもある、西園寺金持公爵及び牧野信明、元外相らが任命され64人の代表団を、送った。代表団には、 ツインとして、この絵ふみまろ、吉田茂、足田ひとし、松岡洋介、重光葵など後の日本政界で活躍する人物が参加している。しかし西園寺は健康上の理由から出発を遅らせ、パリに着いた時にはすでに3月2日になっていた。このため実質的な日本代表を務めたのは、牧野信明前外相と、陳田捨見中英大使であった。しかし、 現役首脳を派遣できなかったために会議で直接賛否を表すことができず、採決では留保した後に本国に問い合わせるありさまであった。また体制順応を基本方針としていた日本代表は直接利害が関係しない案件では発言数が少なく国際協調に消極的なサイレントパートナーと揶揄され他国の新聞ではハリコの虎や 単に、薄気味悪いと報道された。外交調査会は2月3日に日本と関係のない、問題にも発言するよう指示を与えている。この会議で制定された一連の講和条約が結ばれ、第一次世界大戦は終戦することになる。これ以降ヨーロッパにおいては、ベルサイユ体制と呼ばれる秩序が、ロカルノ条約で修正されながらも、 世界強行期後のファシズム勢力台頭まで続くことになる。また講和会議の結果成立した国際連盟や国際労働機関の設立、国際化線制度の確立などの国際協力の動きは現代にも大きな影響を与えている。また会議で提起された軍縮問題はワシントン会議等で協議され極東と太平洋には ワシントン体制と呼ばれる体制が成立した。しかし連合国間の均衡ある軍縮は達成できず、ドイツの武装解除によって大きな力の空白地が生まれたため、秩序維持のための連合国負担が増加することにもなった。また、軍縮問題の協議は、やがて、日本とその他の国の圧力を生むことになる。さらにこの講和会議の原則として提唱されながら、 しばしばないが主労にされた民族自決、民主主義の概念は世界において脱植民地化や民主化の動きを促進することになる。戦争に勝利したものの膨大な戦費によってイギリス経済は深刻な不況を迎えることになる。また膨大な人員を提供したイギリス帝国内の自治領の発言力が増大し、帝国は緩やかな連合である。 イギリス連邦へと変化していくこととなった。イギリスは19世紀末から20世紀にかけて国の大衆化が進展し、1911年には議会の庶民人を貴族院に優越させる重要な取り決めが合意されたばかりであった。その直後に発生した第一次大戦による膨大な人的損失は貴族院の世衆議員の権威をさらに弱めた。 ロンドンの大衆は、ウィルソンの理想主義に熱狂したが彼の掲げた、民族自決や内政不干渉原則、秘密条約の廃止といった、新外交の理念は、イギリスの帝国維持に、重大な脅威をもたらした。特に民族自決という観点は、アイルランド自治問題やアフガニスタン問題に直ちに、つながり、インドの独立運動派に、大きな影響をもたらすこととなる。 パリ講和会議の結果、日本は正式な列強の一つと数えられるようになった。しかし、三島問題での対応は、アメリカの警戒を招くことになった。日本人に対する人種別問題はアメリカで、排日移民法として、大引き、さらに、ワシントン会議では、アメリカの主張で、日英同盟は廃止された。 国際外交の理念や手段が激変する1920年代から1930年代にかけて国内世論や大衆、軍隊や官僚組織への指導力にかけた日本の内閣及び議会政治は国際連盟での協調に失敗し中国及び満州国問題ではイギリスやアメリカと対立さらに1930年代中盤には 軍事独裁がはびこるようになり、1930年代後半には、独裁国家のドイツとイタリアとの提携の道を歩む、ことになる。フューメを得られなかったイタリアでは、講和に対する反感が次第に強まり、対戦の戦勝も、骨抜きにされた勝利であると認識された。1919年9月12日、愛国発信人ガブリエレ・ダンヌンツィオラのグループが、ーメを占拠し、 イタリアへの併合を訴えた。国際関係悪化を恐れたイタリア政府は投降を求めたが、ダンヌンツヨラは、冬目の独立を宣言した。その後イタリア政府の攻撃により、自由都市冬目を経て、イタリアに併合された。この動きは、ベニート・ムッソリーニらのファシズム運動にも影響を与え、イタリアとユーゴスラビア間での領土問題はこの地域の不安定要因となった。 講和会議の中で、ウィルソンとランシング、エドワードハウスといった、閣僚、側近との溝は広がり、条約批准という山場を迎える中、ウィルソンは、孤立を深めていくこととなった。講和会議で成立した3条約に内包されている、国際連盟規約10条には、加盟国が侵略を受けた際、アメリカを含む国際連盟理事会が、 問題解決に義務を負うという規定が存在し、アメリカ合衆国上院の外交問題委員会は、この条項に留保条件をつけることを主張した。しかしウィルソンは、妥協に応じず、上院での批准は成立しなかった。さらにウィルソンが、脳梗塞で病心となったこともあり、1920年、アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党のオーレン・ハーディングがミニ首党のジェームズ・コックスを大差で破った。ハーディングは国際連盟不可名を決め、独自の講和条約を結んだアメリカは再び、文老主義に回帰していくことになる。陸軍、海軍、国務省では、三島問題や南洋諸島を獲得した日本への警戒が増加し、1920から1921年の 喧嘩競争を招くこととなった。さらに、日本人に対する人種別問題はアメリカで、チ日移民法として形作られていく。講和条約の結果、フランスは、ドイツの賠償支払いの大半を手に入れることとなったが、ドイツの支払いはスムーズに行われず、また賠償として流入するドイツの産品が帰って、フランス国内の産業を圧迫することにつながった。 1923年1月11日には、ドイツの賠償支払いが滞ったことを理由として、フランスは、ベルギーと共に、ルール地方を占領した。この占領は、ドイツ国民の受動的ボイコット運動と、ハイパーインフレーションを招き、ドイツ経済を破綻の淵に追いやったばかりでなく、ドイツの民族主義者を刺激しのちの大戦の重要な、契機となる。 一方でこの占領はフランス側にとっても大きな政治的ダメージを招くものとなり当時のレーモン・ポアンカレ内閣が崩壊するきっかけとなった。フランス政府はドイツからの賠償支払いを前提に大幅な赤字財政をとっており賠償金の支払いが期待できないことが明らかになり始めた1923年以降フランは為替相場で下落しインフレが更新した。 フランの下落はフランスの輸出産業を刺激し対戦後の後継機をもたらした。一方で対戦の教訓からフランス政府は近海の備蓄政策を採用したためこのフランスの近海の吸収がドイツ諸法及びロンドンへの圧力となり1929年から始まる世界恐慌を悪化させる要因となった。パリ講和会議で一応成立した。 フランスの安全保障構想は、アメリカの連盟不参加により、早くも見直しを迫られることとなった。フランスは、ポーランドや、ルーマニアチェコスロバキアユーゴスラビア間の、連合商協商に接近し、東からドイツを牽制した。また、不戦条約を国際社会に提案し、集団安全保障体制を強化した。パリ講和会議の結果、 100年ぶりの独立を回復したポーランドだったが住民投票で帰属を決定する地域ではドイツとの間で熾烈なプロパガンダ合戦や武力抗争が頻発した。住民投票の結果ポーランドはシレジアの工業地帯を手に入れドイツにおける領土回復運動の目標となった。膨大な領土を失ったオーストリアは深刻な経済不況に見舞われた。このため 国際連盟による援助がいち早く行われ、賠償も免除されている。講和会議終了後の8月になって、ハンガリー・ルーマニア戦争は終結し、トランシルバニアの帰属はルーマニアに確定した。1920年3月に成立した、ハンガリー王国では、湿地回復を願う声が高まり、政権の受け入れが強まった。独立を果たした、チェコスロバキアであったが、 ドイツ・オーストリアとのズデーテン地方問題、ポーランドとのチェシン問題は、後々まで紛争の原因となり、チェコスロバキア解体の原因となった。セルビア王国主導のユーゴスラビア王国樹立は、列強によって事実上承認され、ハンスラブ主義者の念願が達成された。しかしクロアチア、モンテネグロ、マケドニア等では、 セルビア人と、王家カラジョルジェビチ系の反感が高まり、反政府放棄や暗殺事件が頻発した。この地域の民族問題は、第二次世界大戦とその後の不安定要因となり、ユーゴスラビア紛争が終結する21世紀までを、引くこととなった。内戦が続くロシアに対する列強の足並みは揃わず、シベリア出兵が行われたものの、 ボリシェビキ政権のソビエト連邦成立を防ぐことはできなかった。また旧ロシア帝国からのアルメニア、フィンランド、バルト3国の独立は承認されたものの、連合国がこれらに積極的な支援をすることはなく、アルメニアやバルト3国はソビエト連邦の圧迫を受け、独立を失うこととなった。敗戦によって統一と進歩委員会政権は瓦解し、 スルタンメフメと六世は連合国軍を利用して皇帝先生の復活を目論んだ。しかしムスタファケマルラは1920年4月23日、アンカラに大国民議会を設置し、帝国政府に対抗した。帝国政府は8月10日にパリ講和会議の結果を踏まえたセーブル条約を締結したが、この過酷な内容は、 講和条約を受諾した皇帝に対するトルコ国内の反発を招いた。1921年1月6日、コンスタンティノス一世率いるギリシャ軍は、さらなる領土を狙って、進軍を開始した。ムスタファケマルラの大国民議会軍は、ギリシャ軍を圧倒し、1922年11月1日には、スルタン制が廃止され、 トルコ共和国が成立した。連合国は新たな講和条約締結する必要に迫られ、1923年7月24日にローザンヌ条約を締結した。トルコはセーブル条約で失った領土の内東、トラキアを回復し、ギリシャとの住民交換を行われ、民族問題が緩和された。また、オスマン帝国の支配地であった、 シリアレバノンメソポタミアはサイクスピコ協定通り英仏に分割され、その地下で民族主義者が新たな政権受立をめぐって争うこととなる。中華民国は三党問題の扱いを不服としてベルサイユ条約を調印せず、1922年5月15日に中毒平和回復協定を締結してドイツと講和した。また、 ベルサイユ条約を不服とする民衆が大規模な抗議運動を起こし、日華排斥を訴える動きが広がった。対日感情は、三党幹部の後も改善されず、日本問題が中国における国権回復運動の主要な目標とみなされるようになる。ありがとうございます。